都の状況通り、柏飯を買ってきました。外の包みを外したらこのような感じです。で、中身は、じゃん。こんな感じ、うまそうですね。柏と、錦糸卵と、海苔と、みたいな。豆。なんだろう、パインかなと昆布みたいなのとお漬物です。いただきます。今日都の西都の城駅かな、西都の城駅の近くに用事があったので行ってきましたので、駅弁でも買おうかなと思って駅に行って、お弁当屋さんがあったのでこちら柏飯を買ってきました。こんな感じですね。僕電車に乗ることはないんですけど、お家にいながらステイホームしながら旅行気分が若干味わえるんじゃないかなと思います。駅弁フェアってやってるじゃないですか、デパートとかスーパーとかで。で、多くの場合が作られたのが前日のやつなんですよ。そのテントに並ぶのが、例えば北海道からこの宮崎まで駅弁を運ぶ場合、朝できたのをその日のうちにテントに並べるっていうのはかなり難しいので、夜というか夕方とか夜に宮崎空港に北海道から駅弁が届きます。直行便がないので多分羽田に行ってから来るんだと思うんですけど。で、それを流通の関係の方が空港まで取りに行きます、弁当を。それを翌日の朝早くに各小売店に納めます。それを並べて販売するっていうことになるので、その日できた弁当を、まあ、例えば宮崎のスーパーが駅弁屋をするときに、北海道の弁当は当日のものが入ってくるのはもうほぼほぼ不可能なんじゃないかなと思います。で、今日駅弁を買ってきたのは出来たての駅弁なんですよね。これってこれ各駅で旅行をしているときに食べる駅弁と同じだと思います。各駅で売ってる駅弁はもちろんその日に作ったやつだじゃないかなと思います。で、これも今日作ったやつだと思います。ご飯があったかかったです、買った時。なので出来たての駅弁とはどのようなものかっていうのも、ではいただきます。まずは柏飯だから、この鶏肉だけいただいてみましょうか。鶏肉、うん、非常に濃厚な鶏肉でご飯がどんどん進むと思います。それで僕柏飯ってイメージしてたのが、こういうでっかいお肉じゃなくて、なんか細切りというかミンチというかそういう感じになったのが乗っかってると思ってました。初めて買いました。こんなお肉だとは知りませんでした。あ、美味しい。この鶏肉の味付けは結構強めです。ご飯が進むとさっき言いましたが、それにこの海苔のついて、刻み海苔の乗っている方のご飯を食べるとものすごくまろやかな、うん、とてもいい感じになります。もちろんこの錦糸卵のところもいい感じだし、この普通のご飯のところ、普通の白ご飯なんですかね、
若干出汁が入ってたりするんでしょうか。このご飯のところももちろん合います。普通の白ご飯なのかもしれませんが、このお肉のタレがちょっと染み込んでていい感じの味になってます。豆、これは昆布でしたね。昆布、昆布は皆さんご存知の味といった感じがします。でこれはデザートのパインですね。電車自体に乗ることがほぼほぼないので、こういう田舎に住んでいると、この1年のうちに電車に乗ったのって海幸山幸の観光列車に乗りに行った1回だけだし、ここ何年かというかコロナ禍になってからはありません。その海幸山幸に乗った1回だけで、出張に行った時にはもちろん大阪とか神戸とか東京とか行った時には電車をもちろん使いますけど、この宮崎で電車に乗ったのは一回鹿児島に出張に行った時に一回だけ電車を使って行ったんですが、その時だけです。なので駅弁を食べるっていうことはなかったですが、駅弁フェアをしてる時以外はこうやってお家で食べるのもいいんじゃないでしょうか。で僕神奈川に住んでた時に駅の改札の横に崎陽軒の弁当が売ってたんですよ、シューマイが。で崎陽軒が有名だっていうのも知ってたんですけど、その7年間で1回も買ったことないんですよね、崎陽軒のシューマイを。なんですが、この宮崎に帰ってきてからなんかテレビで崎陽軒のシューマイを見ると、ああ食べたいなと思います。なので地方出身の方とか、今なんて言うんだろう、自分が今住んでるところを離れる場合、その地域にある駅弁とか一回買ってみたらいいんじゃないでしょうか。お家で駅弁もなかなかいいもんだと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。